てるてる坊主のてる子さんは、中西彩の長編小説。2001年5月から2002年5月まで、北海道新聞、東京新聞、中日新聞、西日本新聞の4市長官に、峯岸徹るのがと共に連載され、2002年7月に、新潮社より上下館にて刊行された。翌2003年8月に、新潮文庫より上中下館にて文庫化されている。 著者の妻、石田由里の家族をモデルに、戦後復興期の昭和30年代の大阪、池田市を舞台として、大阪の肝ったマカさんを中心に四姉妹の成長の物語を、何話の若草物語として描く。2002年10月から11月に、てるてる坊主のてる子さん、何話の若草物語と、題して、佐久間良子主演により、舞台化、翌2003年から2004年に、 テルテル家族と題して NHK 連続テレビ小説の第69作としてテレビドラマ化された。てルテル坊主のテルこさん何話の若草物語と題し2002年10月2日から28日まで東方創立70周年記念公演として東京帝国劇場にてまた11月1日から25日まで名古屋みその座にて上演された。 前年10月に帝国劇場にて舞台化された長崎ブラブラ不死に続く舞台化であり、佐久間良子は同作のヒロイン、愛八役に続いての出演となる。テルテル家族と題し、NHK 連続テレビ小説の第69作として、 NHK 大阪放送局の制作により2003年9月29日から2004年3月27日まで全150回にわたり放送された。ありがとうございます。